キネやキサブローは、長唄の三味線方、歌方の名跡。近世初期以来のもので、キネや六左衛門と並んで、長唄宗家の名で、双方を共に大数に数える。キサブローは、六左衛門、キネやカンゴローの全名であることが多い。元禄十五年の江戸劇場番付に名は、見えるが、六代までは不明の点が多い。あとの二代目、キネやカンゴロー。後の四代目、 きねや六在門。後の六代目、きねや六在門。聖徳五年。五月十二日二代目、きねやカンゴロウの次男。兄に四代目、きねや六在門。作曲に、支店同時、やり踊りがある。後年に六代目、きねや六在門を襲名したようだが確証する資料は、存在しない。太平の綱引きを作曲。六代目の実詩。娘。 おきしが二代目、中村中蔵の妻。きねや多重郎が襲名。作曲に、京成道上寺、相生寺氏がある。七代目の実史。初代、きねや三郎介が1768年に八代目、木三郎襲名。養子の万吉が九代目、きねや六左衛門。作曲に、種巻三番僧。十二代目、きねや六左衛門の全名。 十二代目、紀根谷六左衛門の養子。署名を、田中沙太郎。1839年から中村座に出ている。1844年に十代目、木三郎を襲名。溶接したという。五代目、紀根谷勘五郎の全名。十三代目、紀根谷六左衛門の全名。後の紀根谷俊二。十四代目、紀根谷六左衛門の全名。 1五十三年の絹屋家家族写真。前列左から、十四代目、絹屋六左衛門、木三郎の息子、広幸、六左衛門夫人、立中列左から、十五代目、絹屋木三郎、六代目、絹屋勘五郎後列左から、六左衛門の娘、千恵子、木三郎夫人、信枝、六左衛門の娘、定子京都生まれ。十四代目、六左衛門の長男、 本名、紀根家康弘。長田町小学校、東京美術学校を卒業。父及び山田翔太郎、三代目、紀根家六代郎に指示。1930年、紀根家吉野城。1942年木三郎を襲名。1997年人間国宝。1999年日本、芸術印象受賞。長田協会名誉会長。 妹が十五代六材門を襲名しているため、代数に混乱がある。弟に二代目神玉がいる。ありがとうございます。